鶏。鶏、鳥、学名、ギャラスギャラスルガメスタカス。カナテンシ社、ガルスガルスドメスティカスは、鳥類の種の一つ。代表的な家賃として、世界中で飼育されている。鶏を飼育することを養鶏と呼ぶ。頭部に、トサカと、顎の部分には、肉水、もしくは肉髭に、クゼンと呼ばれる皮膚が発達した、装飾器官がある。 メスよりもオスの方が大きい。木の後ろには耳があり、耳たぶのことをジダと呼ぶ。鶏が属するキジカは丈夫で地上生活に適した足を持っていることが多く、やはり鶏も地上を主要な生活の場としている。一般的に足の指は4本、ただしウコツ取りは5本で、オスの足には横向きか後ろ向きに角質が変化した。キョ 毛爪が生えているが、メスにはこの虚はない。瞬きの仕方が人とは異なり、下から上に被せるようになっている。眼球運動ができないので常に首を前後左右に振っている。翼は比較的小さく飛ぶことは得意ではないが、野生化した個体は数十メートルほど飛ぶことがある。鶏のヒナであるヒヨコは一般に黄色とされているが、これは小油鳥、 商用に扱われている鶏の多くが白い羽根草鶏であり、最も多く目にするヒヨコは黄色いためである。実際は黄色いヒヨコばかりではなく、蒸気の写真のように様々な色や模様のヒヨコが存在する。俗説ではヒヨコが黄色いのは卵の中で卵黄に浸っており、色が映っているなどという説があるが、これは間違いであると考えられる。 ヒナの栄養の供給源となる卵黄は卵殻の中ではヒナの腹部に卵黄脳がくっついているような形になっており卵黄自体がヒナの体と触れ合うことはないさらにヒナの羽毛の色素を調査した研究報告では卵黄の中にある色素カロチノイドと羽毛の色素は一致しないとされている鶏の脚色はカロチノイド由来であるとされるよって ヒヨコの羽毛は卵黄の色素とは異なると考えられる。温度理特有の勘高い鳴き声も鶏の特徴の一つとして挙げられる。現在日本国内では鳴き声をコケコッコウと表現する場合がほとんどだが、江戸時代では当天高と表していた。英語圏ではコックエドゥードルドゥワップ、クックドゥードルドゥ、フランスではココリコ、ドイツではキケリキー、イタリアでは きっきりきい、中国語圏では、カクカクや、とうと表現する。なお、品種を問わず、鶏を干賞用、ペットとして飼育する場合、オンドリは、日の出の早い夏は、早朝から、コケコッコーと、大声で鳴くため、市街地で飼育する場合は、近所迷惑とならないよう注意が必要である。メスドリは、オのように時を告げることは、ほぼないが産卵直後には、コッコ。 高校と多少はなく。また、緑っぽい塊に白い部分、尿が混じる、通常の糞と、茶色いドロドロの盲腸瓶を排泄するが盲腸瓶の方は、かなりの悪臭を放つ。手足や衣服に、盲腸瓶が付着するとしばらく匂いが取れないのでこれも、注意が必要である。また、夏場は水を大量に飲むので通常の糞でも、難便となりやすい。 鶏の起源としては、単元説と多元説がある。単元説は、東南アジアの密林や竹林に生息している、赤色夜系、ギャラスギャラスを祖先とする説である。多元説、交雑説は、赤色夜系、灰色夜ジーソンネラチー、セイロニ系、ジーラフィティ、アオエリア系、ジーバリアスのいずれか複数の種が交雑して、鶏となったとする説である。 現在では、分子系統学的解析によって赤色や系もしくは、その亜種に由来する可能性が強く示唆されている。一方で、現在のニワトリから灰色や系由来の遺伝子が見出されるなど、多元説を支持する報告もある。ニワトリは、東南アジアから中国南部において家畜化されたとされる。時期については、羊やぎ豚と、 同程度の紀元前8000年前からとするもの、牛より遅れて馬と同程度の前4000年頃取るものなど小説ある。課金化された短所は食用ではなく、その美しい声や朝一番に鳴く声を求めた祭祀用及び鳥同士を戦わせる統計用であったと推定されている。ただし課金化されて間もなく肉及び卵も食用とされるようになり、 やがてそちらの方が飼育の主目的とされるようになった。インダス文明に属するモヘンジョダロの遺跡からは、鶏の粘像と印象、鶏の大腿骨が出土しており、これが鶏の存在を示す証拠としては最も古いものである。その後、鶏は三方向に分かれて伝播していった。西方への伝播はまず紀元前15世紀から紀元前14世紀にかけてエジプトに伝播した。 他の西アジア地域において、この時期は鶏の存在が認められないため、この電波は海上ルートによるものと考えられているが、間もなくエジプトの鶏は一旦耐え、プトレマイオス王朝期に再び持ち込まれた。その後、インダス川流域から鶏は陸伝体に西アジアへと広まり、紀元前8世紀頃にはギリシアに持ち込まれ、紀元前5世紀頃には、 ギリシア文明の諸都市に広く分布するようになっていた。ギリシア諸都市で発行された硬貨には、鶏が刻印されたものが多く存在している。新大陸には、鶏はもともと生息しておらず、コロンブスの新大陸発見後に、ヨーロッパ人によって、持ちまれた。第二のルートは北へ向かって、中国へと伝わるルートであり、日本への電波もこのルートによるものである。 三つ目のルートは南へと伝わり、マレー半島からインドネシアへと伝わるルートである。このルートからは、やがて、マレーポリネシア人の南太平洋進出の際に、鶏は豚や犬と共に家畜して連れて行かれ、ニュージーランドやトケラウなど一部の島々を除くほぼ、全域に広がった。しかし、重要な財産として珍重されることの多かった豚と、違い、鶏は、 半野生の状態で話し飼いされることが多く、主要食料とはされていなかった。例外はイースター島で、ここでは、初めから豚が存在せず、さらにイルカや野生の鳥類、ヤシなどの食料源が、次々と絶滅、または入手不可能となる中で、特に1650年以降において、最大の動物性食料源として各地に鶏小屋が建設され、 重要な役割を占めるようになっていった。ニューニニアにおいては、鶏は食料として重要性を持たず、美しい羽毛を装飾品として用いることが飼育の主な目的であった。また、オーストラリア大陸には、鶏はこのルートからは伝播せず、19世紀にヨーロッパ人がオーストラリアに植民した際に初めて持ち込まれた。長らくヨーロッパにおいて、 鶏はさほど重視された動物ではなかったが、18世紀から19世紀初頭には鶏への興味が高まり、鶏への科学的知見が増大し、また鶏の育種がこの頃から始まった。この動きは1830年代に中国との交易が盛んになり、高鎮種をはじめとする様々な東洋種がヨーロッパに持ち込まれたことで、急激なものになった。 1850から1900年の間、ヨーロッパやアメリカでは、東洋趣味の一つとして、高ン種などをもとにした、観賞用、愛岩用の鶏の飼育や、品種改良がブームとなった。ヘンフィーバー、メンドリブームと呼ばれる、この競争期に何百という新品種が作り出されたが、ブームが去ると、ほとんどの種は消滅してしまった。また、この時期にホワイトレグホン、レグホン、高ニッシュ、 コーニッシュクロス、ロードアイランドレッドといった、今日でも重要な課金品種が作り出された。この時期に、鶏の近代的育種が本格的に開始されたと言える。また、この19世紀中盤には、現代の卵用種の主流である、ホワイトレグホンをはじめとする多数の卵用種、レーノーエッグレイヤーが開発され、これによって、卵の生産が急増し、鶏卵は徐々に、 一般的な食材となっていった。オムレツやカスタードなどの古い鶏卵の調理法に加え、マヨネーズなどの新しい利用法もこの頃に開発された。この卵用種の育成に比べると肉用種の育成は遅れ1880年から1890年頃にかけてアメリカで最初のブロイラ生産が始まっているもの。この時の品種は現代の肉用種とは異なるものとされている。 その後、様々な種の利用を経て、現在の肉用種が完成された。日本列島に伝来した時代はよくわかっていない。愛知県田原市のイカワズカイズカからは、縄文時代の鶏が出土したとされたが、これは、広大の混入であることが指摘されている。日本列島における鶏は、弥生時代、紀元前2世紀に、中国大陸から伝来したとする説がある。 弥生時代には本格的な稲作が開始されるが、日本列島における農耕は中国大陸と異なり、家畜の利用を変えた結畜農耕と考えられていた。1989年、昭和64年、平成元年には大分県大分市の下群草病遺跡で豚頭骸骨が発見され、日本列島における弥生機の家畜動物の出土事例となった。 鶏に関しては1992年、平成4年に、愛知県清須市、名古屋市西区の朝日遺跡から中足骨が出土している。以後、弥生時代の鶏や豚は、九州、本州で、相次いで出土している。弥生時代の鶏は、現代の食肉用、採卵用の品種と異なり小型で、茶碁程度であったとされる。出土が少量であることから、鳴き声で、 朝の到来を告げる、実告取りとしての利用が主体で、あ、食用とされた個体は、廃取りの利用など、副次的なものであったと考えられている。古代には、古事記や、日本書記に記される天岩戸伝説において、常与長泣き鳥を集めて泣かせたという記述がある。天武四年四月十七日、六百七十五年五月十九日の肉食禁止令において、 宇宙馬犬日本ト鶏を食べることが禁じられている天武天皇文化政策。摂政禁断の御事のりは、聖武天皇の際にも出され、鶏の肉のみならず卵も避けられた。古代には時を告げる鳥として神聖死され、主に愛玩動物として扱われた。日本初期、有力天皇七年八月には統計に関する記事があり、日本初期が成立した奈良時代には、 統計が行われていたとも考えられている。平安時代には、日本三代実録願行6年、882年、上や映画物語観光3年、1006年上、年中行事巻などにおいて、貴族や庶民の間で、娯楽、賭博の要素を持つ統計が行われていたことが、されている。武士の誕生ともに鍛錬として狩猟が行われ、 野鳥の肉を食すようになったが、鶏は産んだ卵も含めて、食用とは見なされなかった。また、平安時代にはそれまでの在来種に加え、小国種が検討使によって持ち帰られた。鶏という名前については、日本の古名では、鳴き声から来た、賭けであり、古事記の中に見られる。生地を、のつとり生地と呼んだように家庭の庭で飼う鳥を、庭つ,つとり、または、つとり、 異変鳥と言い,い、次第に、ニワツ鳥が残り、つが落ちて、ニワ鳥になったと考えられる。また、ニワツ鳥は、かけの枕言葉であり、ニワツ鳥鳥、ニワツ鳥かけという木も残っている。別の説では、ニワ鳥を語源とするのもある。戦国時代には、キリスト教徒のポルトガル人が西日本へ来航し、カステラやボーロ、ケーランそうめんなどケーランを用いた、 南蛮菓子をもたらした。江戸時代初期の寛永四年、1627年に、オランダ召喚一行が江戸へ散布した際には道中で、鶏と鶏卵が用意されたという。江戸時代には武将卵が孵化しないことが知られるようになり、鶏卵を食しても摂生には当たらないとして、ようやく食用とされるようになり、採卵用として鶏が買われるようになった。寛永三年。 1626年に、御水の天皇が二条城へ行幸した際には、鶏卵を用いた卵ふわふわが出され、寛永20年、1643年の料理書、料理物語では鶏卵を用いた各種の料理や歌詞が記されている。また、江戸初期には、海外交易が盛んとなっており、主因船によって、シャモ、チャボ、うこつには鳥が日本へと移入された。 江戸時代中期以降、都市生活者となった武士が狩猟をすることが少なくなり、野鳥があまり食べられなくなり、代わって鶏肉が食べられるようになった。文化年間以降、京都や大阪、江戸において食されるようになったとの記述が森定万光にある。料理書において鶏肉、鶏卵が登場し、1785年には万宝料理秘密箱という鶏卵の料理書も出版さている。 一般に、江戸期の大名家の記録では、鶏食に関する記録は見られないが、西国では、佐賀藩の諫早家日記状況を年、1687年には、長崎へ送られる鶏について記され、その食べ方は、水炊きと考えられている、水煮と記されている。また、江戸後期の天明八年、1788年には、蘭学者の芝交館が、 交換最優日記11月15日上において、長崎の平戸屋敷において2割を食したことを記しており、やはり同様に水炊きであったと考えられている。考古学においては、江戸期の遺跡からは、茶母程度の小型種から大型のシャモまで多様な鶏骨が出土している。これらは解体根を持つ食用のみならず、鑑賞用、陶器用など、 用途別の品種が存在していたと考えられている。また、この時期には、鎖国によって海外からの新品種移入が途絶えた。代わりに、この時までに日本に到達していた在来種、自撮り、小国、シャモ、チャボ、ウコツ鳥の各種が改良され、さらに掛け合わされて各地に特色ある品種が次々と誕生し、現代に伝わる在来種がほぼ形成された。 明治期に入ると食生活の変化が進み、その中で鶏卵及び鶏肉の利用は急拡大していった。明治10年代には鶏卵は国内生産では不足して輸入に頼っていたこともあり、養鶏が奨励されて各地で鶏の飼育は増大していった。欧州と同じく日本においてもまず鶏の利用で拡大したものは鶏卵であった。 明治21年には910万羽だった。日本の鶏飼育数は、大正14年には約4倍の3678万羽にまで達していた。またこの時期に、旧来の地鶏の多くは欧州などからの移入種に押されて生産が減少してった。在来の品種と移入種との掛け合わせも、盛んに行われ、名古屋コーチンなどの品種が誕生したのもこの頃のことで、 第二次世界大戦において一時的に日本の鶏飼育数は急減したものの昭和33年1958年に戦前の水準を再び超えるようになり囲碁経済の成長とともに鶏の飼育数も増加の一途をとったこの頃まで日本で飼育される鶏はほぼ乱用種であり肉用には主に卵を産まなくなった肺鶏が回されていたが 1949年頃に小規模なブロイラーの飼育がアメリカからの肉用種移入とともに開始され、徐々に生産が拡大していった。この生産拡大を受け、1964年にはブロイラーの飼育統計が卵用種と合わせて出されるようになった。この時のブロイラーの飼育等数は卵用種の6分の1程度に過ぎなかったが、昭和40年代を通じて、 アメリカからの有料品収入などを通じ、ブロイラー生産は急拡大を続け、卵の生産とは別に一つの産業として、この時期確立した。ただし卵用種の飼育も伸びは鈍化したものの、微増傾向にあり、ブロイラーの飼育数が卵用種を上回ることはなかった。鶏は、経営者の中で飼育することも、野外で放し飼いすることも可能である。養鶏産業の場合、 乱用種は、ケージの中に多数の鶏を入れ集中的に飼育することが一般的である。これに対し、ブロイラーの場合はケージでの集中飼育は行わず、刑者の中でそのまま飼育することが普通で、野外にて放し飼いされることもある。これはケージでの集中飼育の場合、肉に傷がついたり鶏の健康が損なわれやすいためである。養鶏業における飼育日数は、 卵用種と肉用種で大きく異なり、日本においては、卵用種で430日前後、肉用種は49日前後が一般的である。これは、経済効率とはかどりの方が肉が柔らかく好まれる。ため肉用種は若いうちに出荷されること、及び卵用種はその必要がなく、卵を経済的に産み続けられる限り飼育され、続けることによる。鶏に与える飼料は、 トウモロコシやソルガム、塩爆、小麦、飼料用米といった穀物を中心に、米ぬかやふすま、大豆かすや、なだねかすといった、有料種子の絞りかす、おから、魚粉などを混合したものが、一般的である。養鶏産業において、諸生ビナの私有鑑別により、オスとメスを見分けることは必要不可欠である。肛門�別法、ベントロル赤心、諸生ビナのお尻、 総配泄口を観察し、生殖突起の有無によって、オスとメスを見分ける手法。初性ビナ鑑別士の資格が必要であるほど、高度な技術が要求される。廃炉鑑別法、カラー赤心。初性ビナの羽毛の色や模様によって、オスとメスを見分ける手法。鶏の性染色体である Z 染色体に位置する、横半遺伝子、ボリングジーン、または銀遺伝子、 シルバー,ジーンを利用した判別法。羽生判別法、フェザー赤心。諸生ビナの羽毛の長さ、主翼羽根と副主翼羽根によって、オスとメスを見分ける手法。鶏の性染色体である Z 染色体に位置する、おそば遺伝子、レート、フェザリングジーンを利用した判別法。鶏は、肉と卵を食用に、羽を、衣服。 特に防寒具や寝具に利用するため世界中で飼育されており、鶏の飼育は養鶏という一つの産業として成り立っている。特に食用目的での飼育が盛んであり、伝統的な放し飼いによる低密度な飼育から大規模養鶏場での高密度な飼育まで生産者ごとに数々の飼育法が用いられる。鶏の飼育数は世界全体において急増を続けている。 これは、牛や豚に比べ狭い場所で、集中的に飼育できる上、この2種に比べて個体が小さいため価格が安く、頭数を増やしやすいこと。ブロイラーは、豚や牛に比べ少ない飼料で大きくなるため効率がいいこと。ヒンドゥー教において、近畿とされる牛やイスラム教において、近畿とされる豚とは違い、鶏を近畿とする宗教が存在しないため、 世界中のどの場所にも需要が存在することなどが挙げられる。鶏は食肉用としては長年豚と牛に次いで第3位の生産量を誇る家畜であった1970年から2010年までの40年間で生産量は1520万トンから9790万トンに増加し増加率は545%に上った。 このため、経肉は20世紀には牛をしのいで2位となり、2018年には、豚をもしのいで、世界で最も生産される食肉となると推定されている。さらに、蒸気の数字はあくまでも、食肉生産用の鶏の数字であり、軽卵生産用の鶏飼育も急増を続けている。1970年から2010年までの40年間で、 経卵生産量は1950万トンから6380万トンに増加し、増加率は226.4%に上った。日本における鶏飼育数はほぼ横ばいであり、年度によって微増や微減を繰り返している。飼育数は卵用種の方が多く、2009年度の日本国内における卵用種飼育数は1億4000万羽。 肉用種は1億700万羽となっている。このうち卵用種は1992年以降20年間、ほぼ数字に変動がなく、肉用種は減少傾向にあったが2005年から反転して増加傾向となった。飼育数がほぼ変動していないのに対し、飼育農家数は急減を続け、 卵用種は1992年の9160個から2011年には2930個と3分の1以下となり、肉用種は1992年の4720個から2011年には2392個と母半減している。これは鶏飼育の大規模化が進み、1件あたりの飼育頭数が大幅に増加していることを示している。 鶏の品種には、主に卵の生産に重点が置かれる卵用品種、食肉の生産に主眼が置かれる肉用品種、どちらにも重点の置かれる卵肉圏用品種。こうした食品生産とは無関係に干渉用として介される干渉用品種の4つの品種群が存在する。卵用品種は180日以上にわたって産卵状態を維持し続ける品種もあり、 また肉用種は成長速度が非常に速い上に飼料が肉になる効率が他の肉用家畜ある牛や豚に比べても抜きんでて高いなどその種目的に対しては高度に特化されている。ただし肉用品種といえども卵は産み、また卵用品種といえど卵を産まなくなった場合は廃取りとし食肉市場に回されることがあるなど 食料生産用の3品種群においてはそれほど明確に区分が設けられているわけではない。なお、多数の品種はあるものの、全世界において産業的に広く利用されているものは、レグホーンレグホーン、プリマスロック、プリマスロック、ロードアイランドレッドロードアイランドレッド、コーニッシュコーニッシュクロスの4種であり、それ以外の品種は各地方で限定的に利用されるにとどまっている。また、 クリマスロック及びロードアイランドレッドは卵肉兼用種であるが実際の生産には卵用及び肉用にそれぞれ選抜され専用化された種が用いられる。欧米では主に卵用や肉用に産卵性や臓体性を特化させて飼育されてきた品種が多い中日本では観賞用に多くの鶏を飼育し親しまれてきた外観の美しさを重視したものでは 親身のの羽毛が長いもの、色彩の豊かなもの、個性的な特徴を持つものを選抜した。さらに、鳴き声にも注目し、美しく鳴くもの、長く鳴くもの、変わった鳴き方をするものを選抜した。そうして作られた品種を日本系と呼ぶ。世界中で250品種、細分化すると500品種を上回るが、蘇生が不明なものが多くある程度の品種が存在する中、 日本鳥は50品種を上回り、日本人は非常に個性豊かな鶏をたくさん作り出し。重田三季人、養鶏に新時代が来た鳥類天然記念物一覧より、鶏の最も重要な用途は食用であり、肉は鶏肉として、卵は鶏卵としてそれぞれ大量に生産される。食肉としては淡泊な白身で栄養素として、 タンパク質に富む良質な肉質を持つ。また、牛や豚と並ぶ世界で最も一般的な食肉であり、様々な鳥料理が世界中に存在する。食用の鳥としては最も一般的なものであるため、通常、鶏肉といえばそのまま鶏の肉、肉のことを指す。卵としては、さらに重要な生産源であり、うずらやその他の特殊な卵を除き、世界で流通する。 卵のほとんどは鶏卵である。このため、通常特に品種を指定せず、卵といえば、鶏卵のことを指す。また、鶏の骨を鶏ラとい、と言い、良質の出汁やスープの原料となる。特に、中華料理においては、基本的な食材の一つであり、ラーメンの最も基本的なスープは鶏ガラを原料としたものである。鶏の脂肪からは、血湯が取れ、これも、 良質の調味油となる。治油は家庭において、脂肪の多く含まれる鶏の皮から作ることもできる。さらに、軟骨はそのまま炒めたり揚げたりして食べることができ、焼き鳥屋においては、や、原や、軟骨の名で一般的なメニューとなっている。また、鶏は、消化管の一部である砂肝も、食用とされる。鶏は、世界中で鑑賞用として、羽毛の色や模様、 足や、土佐かなどの外観の特徴を楽しんでいる。特に鳥類である鶏の羽装飾は豊富である。参考文献、イトーラ、色素細胞、第二版基礎から臨床へ、マイナス、R.D. クローフォード編集、ポルトリブリディングジェネティクス、シグリード・バンドート、デビッド・ハンコックスフレンズ、ジャネティソフ・チキン・カラース・ザ・ベーシックス、シグリード・バンドートフレンズ、 ジェネティクス・オブ・ザ・チキン・イクストリームズ・ザ・ベイシックス。蒸気の核遺伝子の効果説明は一例であり、他の遺伝子との相互作用により、様々な色合いを示すことになる。鶏は、世界の多くの文化圏において、古くから、しかも広く飼育される動物であり、核文化において様々な文化的な意味を付与されている。十二種においては、鶏は、鳥としてそのうちの一つとなっている。 鶏が家畜化されたそもそもの要因の一つが、鳴き声に神秘性を感じての再使用としてのものだった。ことからもわかると、噛んだかい音鳥の鳴き声は夜明けを告げるものとして、各文化で神聖視された。アメリカ英語においては、鶏、チキンは、臆病者という意味のスラングとして使われることがある。チキン、スラング、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。